それでは第三試合で判定勝利となりましたカズ島陸選手のインタビューとなりますおめでとうございますありがとうございます試合終わっての感想をお願いしますまあそうですねやっぱ倒せなかったのが一番まあ勝ったばしのものの内容がちょっとダメだったんでまたほんまに一からやり直しますはい今日はいつものフライ級と違ってまた一回帰思いあのスーパーフライでの試合でしたが、まあ、その辺はどうだったでしょうか、まあ、まあそうですねまあ前回も スーパーパフライ級でやらせてもらって、でまあまあ、正直なところ、フライ級でやりたいところもあるんですけど、やっぱ強いやつってどの階級でも倒せると思ってるし、やっぱどの階級でもま圧倒して勝っていかないと、やっぱ本当に強いやつにはなれないと思うんで、まあ、そういうところではほんまにまだまだ僕が未熟やっただけで、まあ、その階級のところについてはもう別に何も思うところはないですね。はい、ありががとうございます、えー、と一覧の目から結構左ストトレートが得意な はヒットしてたと思いますが感触的にはいかがだったでしょうか。まあ、そうっすねやっぱ感触的には、まあほんまに初めからずっとあ次当たったら倒れるやろうなっていう感触がずっとあったんですけどやっぱ松岡選手がすごく気持ちも強くて打たれ強くてやっぱまあその部分でやっぱ倒せなかっ倒しきれなかったのはほんまに僕の実力不足やと思ってるんで、まあ、ほんまに松岡選手が強かったなっていう印象です。結構 粘り強くて3ラウンド目も結構反撃してくる場面ありましたがまあそうですね、やっぱそこは松岡選手の多分強さやと思うし、やっぱ僕のまだまだ実力不足なところもあるんで、まあ、そこでやっぱ倒せていくのが、ほんまにチャンピオンになるレベルやと思うし、やっぱほんま格闘技界引っ張っていく存在の人やと思うんで、やっぱその部分ではまだまだ僕が実力不足やったなっていうだけですす、はい、ありがとうございます今後の、えー、と階級も含めてとかで展望がありましたら、お願いします。 まあそうですね、やっぱ今回の試合でタイトルマッチをやらせろっていうわけではないんですけど、多分そういう内容でもなかったんで、まあけど正直なところ、フライ級で試合したいのは確かやし、で、やっぱフライ級は僕がまあ初めからずっとやってきて、今すごい若い選手も多い中で、やっぱ一歩抜け出そうって思えたらやっぱ倒せることとか、何か絶対必要だと思うんで、まあ、その部分でやっぱフライ級を引っ張っていきたいっていう気持ちは。 昔からら変わらないっていう感じです。はい。一つ前の試合で同じ階級の塚本ーム選手がいい慶応勝ちしましたけどそ,ししそれは正直めちゃくちゃ意識しましたねはい <laughs> やっぱりまあ塚本選手も言ってたように多分僕と松本選手と田丸選手しか相手おらへんで多分塚本選手は僕とずっとやりたいやりたいて言ってくれてる中でのあの慶応勝ちだったんでやっぱランキング上の僕としては ほんまに神の左でぶち抜いたろやっぱりそれがちょっと体の力みに出ちゃったって感じはあります、ね、まあそうですねやっぱりまあ昔からちょっと課題なところもやっぱ倒せる倒せると思った時こそやっぱなかなか倒せてないところがあるんでそこでいかにやっぱ冷静に戦うかとかっていうのは、まあ、ずっと僕の課題でもあるんでやっぱそこが克服できるようになったら。 もう一個ワンランクツーランク上がっていけるんかなってやっぱ改めて思った感じですね、はい、地元大阪での試合っていうのはいかがでした久しぶりだと思いますけどあまあそうですねやっぱすごいやっぱ東京で試合するときでなかなか応援団が来づらいものもあるんですごく応援は力になったしすごい楽しかったですはい。ありがとうございますそれでは、えー、最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージをお願いします はい、えー、今日は会場とか雨部まで見てもらった皆様ありがとうございますえっ、ー、とまあほんまに僕がまあフライ級でまあ一位というところでやらしてもらってるんでもっとやっぱ勝田島って圧倒的に強いなとかって思ってもらえるような試合をこれからやっぱしていくんで皆さん期待と応援またお願いしますキックボクサーは泣かないぜありがとうございます以上で勝田島陸選手のインタビュー終了となりますありがとうございましたありがとうございました。